では次です。世界選手権銅メダリストの鈴木明子選手ら、うん、国内のトップスケーターが豊橋に集結しアイスショーを行いました。豊橋出身、地元凱旋の演技となる鈴木明子が登場。バイオリンの調べに乗せ優雅なステップを披露。メダリストの演技に会場は大きな拍手に包まれました。純白の衣装で登場した村上佳菜子大人をイメージしたしなやかな演技で観客を魅了しました。元世界女王安藤美姫はしっとりとした音色に乗せ華麗な演技を披露。そしてひときわ会場を沸かせたのはこの選手、世界選手権銀メダリスト高橋大輔。アップテンポなダンスミュージックに合わせて激しく躍動感あふれる演技を見せます。そして最大の見せ場、得意のステップでは珍しくつまずくアクシデント。ダイナミックな演技とご愛嬌で魅了した高橋に大きな拍手が送られました。